いらっしゃい。アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。この度ビップの中のビップ、スーパービップとして認められました。スーパービップの特典として、この部屋のカジノゲームが遊び放題、そしてコインも当たり放題。さらに現在お持ちのコインとは関係なく、1万枚のスペシャルなコインをプレゼントいたします。ポーカーは現在調整中につきプレイできません。その分スロットマシンがすごいんです。ジョンジョンバリバリ出ます、出します、出させます。さあさあ永遠に遊んでいってくださいね。
うん、モキー、どこです、あの素敵なガラクタは。また幻覚ですか、この役立たずっぽり。少し好きですよ。やっぱり幻覚だったの。素敵なケキちゃんだったのに。朝飯前だ。むちゃー、くらいな。むちゃー、いらっしゃい。ちょうどあなたに会いたいと思っていたところなの。ちょっと場所を変えていいかしら。テラスに出て風に当たりながら話しましょう。今更って思うかもしれないけど、一度あなたにちゃんとお礼を言っておきたくて。私はこれまでに何度もあなたに助けてもらったわ。
最初はミシュアと呼ばれていた時だけど、大きな手の魔物にさらわれた私をラスカと一緒に救いに来てくれたわね。そして私の記憶を取り戻すために何が起きるかもわからない記憶の世界の中にまで飛び込んでくれたわ。勇者の記憶を封じてしまったのは他の誰でもない私自身だったのにね。あなたがいなかったら私はミシュアのまま死んでいたかもしれない。本当にありがとう。私にとってはあなたこそが勇者。いつでもそばにいてくれて、私のために戦ってくれる勇者。同じようにあなたのことを思っている人が他にもたくさんいるんだから。ねえ、みんなで一緒に暮らさない？そのための場所も用意してあるの。行きましょう。
最強に近づいたな。わしは役に立ちませんよ。
なたも無事にここまでたどり着けたみたいね。またいろいろな幻覚の誘惑があったけど、私は立ち止まっていられない。前に進まなきゃと思って振り切ってきたわ。でも最後に、私は子供の頃に戻って城にいたの。そこには優しいトーマ兄様もいて、ずっとこのままでもいいんじゃないかと思ってしまった。その時よ、急にあなたの姿が見えたのは。私はあなたを追ったわ。そのおかげでここに来ることができたの。あなたが私を導いてくれたのよ。あなたの姿を目にしなかったら、私は誘惑に負け、永遠に悠久の回廊の中をさまよっていたかもしれないわ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう、大魔王。それにトーマ兄様がこの先で待っているはずよ。まがい者の勇者の力ではそれが限界のようだな。やはり本物の勇者の力でなければ奈落の門の封印は破れないということか。まあよい、ちょうど町人が来てくれたようだからな。くぞ参られた勇者よ。余は大魔王マデサゴーラ、魔族の王にして創世の女神への挑戦者。そなたにはぜひ我が世界創造のための協力者となってもらいたかったのだ。さあ共に手を携え、奇跡を成就させようぞ。言っているの？私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。ふん、やはり理解してはもらえるか。勇者といえど所詮は神の作った道具、芸術を介する心は持ち得ぬということだな。それならそれでよい。
道具に理解を求めても無意味なことよ。世はただより優れた道具を求めるのみだ。さあ、まがいものの勇者トーマよ、そなたの妹が世に協力してくれるようにそなたからも説得してやってくれ。アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。さすがは真の勇者だ。だがお前がいくら強くなったところで大魔王マデサゴーラ様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それよりお前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うことなど何もない。また兄弟共に助け合っていこう。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから。勇者として大魔王はここで倒します。ならばお前は私の敵だ。我が主のためにお前を倒し主の意に従わせてみせよう。兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かわしい限りよな。だがこれも偉大なる創造のため。トーマよ、世の道具として最後の役割を果たすがよい。たとえトーマ兄様が相手でも私は引くわけにはいかない。みんな力を貸して。愚かな妹とその盟友よ、我が主の糧となれ。
遅い。トーマとてすでに我が眷属、その程度の攻撃で滅びはせぬわ。トーマ兄様、今大魔王の呪縛から解放して差し上げます。世の狙い通りになったようだな。そなたの放った勇者の技の力はトーマの肉体に吸収させてもらったぞ。これならばまがい者の勇者であっても奈落の門に施された封印を破れるだろうよ。ただし一度限りの使い捨てになろうがな。我が主のおぼしめすままに。卑劣な、そんなことはさせない。もはや勇者など無用の長物、不要な道具は処分せねばなるまいな。大いなる闇の根源よ、古き契約に従い世に力を与えたまえ。世界を望むままに作り変えよう。勇者よ、世の偉大なる創造の礎として奈落の底に果てるがよい。里名誉、世の世界には不要なもの、古き遺物よ知るがよい。
いない。へばるなよ。バグります。聖なる光よ、魔を退け、闇を払う。はっ、はあ、ひれ伏せ。勇者よ、これで勝ったつもりか。世の野望は今まさに達成されようとしているというのに。創世の霊核よ、絶大なる力よ、
世の望みに応え、世の望むままにその力を供するがよい。ほんの一部でもこれほどの力か。霊覚の力を手に入れることが叶えば、世の創造は必ずや創世の女神を超えよう。世界は世の望み通りに作り変えられ、世は新たなる創造神と称えられるのだ。見るがいい、世界の改変を。